最高戦日本プロ麻雀協会貝森彩子です。上村さとなです。今回は何でしょうか。はい、今回はですね、はい、チャンネルのチャンネル登録者数についてなんですが、はい、今何人ぐらいいるか知ってます？36,000人。おお、正解。36,000人。正解。この間のさやねの誕生日5月4日ね、はい、5月4日に、ちょうど登録者が3万人になったんでね。で、その時にじゃあ次の誕生日まで、1年で、4万人を目指しましょうと、言って、まあ、はや今8月の15日ですから3ヶ月ですよ、はい、3ヶ月で6000人増えてる。とてもいいペース、はい、なんで、はい、これワンチャン年内4万人とか、あと4ヶ月、はい、で4000人、はいはい、頑張ればいけそうじゃない？どう頑張る？そうそう、どう頑張るかについてそうそうこの動画でちょっと考えていけたらなと。まあ動画更新を増やすとかライブ配信を増やすとかだよね、まあ、結局そうなるよね。結局そうなると思います、どんな動画がいいかだよね。まあ麻雀系がいいとは思うけど、まあ、究極誰かが整形するとかだよね。伸びそうだね。麻雀プロが本気で、整形をしてみた結果、まあ、誰がやるかっていう話になってくる。まあ一番伸びるのはさやねえだろ、ね、私はちょっと無理です。怖い。手術切るのとかも怖いもん。そうだよね。目ぐらいだったらね、いけるかもしれないけど。いや怖い。プチぐらいのやつ。プチぐらいの、なんか切らないやつもあるんでしょ。でもあれ糸とか入れるんじゃないの？糸とか入れるのかな。整形したい人いないかな。いないか。いても、動画にはしたくないんじゃない。こっそりやりたいとか。そっか、ダメか。で動画の頻度、さやねさっき言ったけど、やっぱうちそんなに頻度多くないじゃん、多くて週1、だそこまでできればもうちょっと増やせたらいいし、どうせ週1ならちょっと強めの動画を出したいよね。コラボとかですか？コラボは増えるね。コラボいいですね。コラボは増える。で、Mリーグが始まっちゃうとちょっとね、他のチームの人とは難しいかもしれないから、まあこの8月9月がコラボチャンス。みんな忙しいんだよね。誰コラボ？あ、誰したい？逆にまだしたことない人がいいよね。まあしたことなくて、登録者が多い人？松本くん。水原さん。結構やってんのかみんな。そう、最近また増えた。弓焼きとか、タカチャンネルとか。タカチャンネルはやったことないね、コラボね。あと誰ですか。みんなやってるか結構。渋川さんもそのケンとかもやってる。そのケンさんもね。そうだね。ズンマル。あ、ズンマルね。そうだね、コラボは一つの手だね。で、まあ、年内4万目指すとしたら、年内に M リーグ始まるじゃん、10月から。10月、はい。で、ちょっと M リーグ始まってから、それ系で伸ばしたいよね。M リーグで伸ばす。うちやってないけどさ、やってないし、まあ、なかなか難しいんだけど、例えば、さやねが勝った日。次の日とかにライブやったりとか、毎回じゃなくてもね、ライブやったりとか、まあ、ライブできなくても動画撮って、もう撮って出してその日のうちに出しちゃうとか、研修もほぼなしだけど、さやねにちょっとその日のことを語ってもらって、まあ、5分10分の動画メインチャンネルで上げるとかね、そういうのは伸びるし、あの登録者も増えるかなと思うね。その日に撮る、一人で撮るってことになる、ね、だからその日だと一人になっちゃう夜中に、まあ、翌日とかだったら、最後俺行って撮れるし、だから当日でもさやね帰りにうちの前通ってくれて送ってるからね、別方向なんだ。送んないんだ、ああそうかそうか、逆方向っていうの、まあまあどっちにしろ5分10分の話だから、まあ、翌日でも別に俺行けたら全然撮れるし、そんな一瞬だったら、
検討配信とまではいかないけど、うん、その日の振り返りは見たいなって、そうですね、私も、うん、最大に感想を言ってもらう動画みたいなね、うん、多分見たいと思うから、もうなんか検討配信とかだったら、ね、配信を見ながらの方が分かりやすいもんね、うん、あとちょっとここ最近3つぐらいメインチャンネルの方でもショート動画っていうのを上げたんだけど、うんうん、1分未満のやつ、うんうんうん、あれって収益は出ないんだよね、うん、0円なんだけど、うんうん、やっぱ見やすいじゃん、短いし、うんうん、で 縦画面だし、うん、あれきっかけでさやチャンネルを知ってくれて登録者が増えるっていうのもあるから、ああいうショート動画をちょいちょい撮るっていうのもありだね、うんうん、サブチャンネルでやってたよね、やってたね、うん、うん、まあ、あとはライブの切り抜きっていうのか、うんうん、はなんかちょこちょこね上げても良さそうだよね。うん、なんか最近過去の動画の切り抜きみたいなの上げて見てもらおうかなっていうのをちょっとやってるんだけど、うん、それもなかなか評判はいいので。だからライブでさ、あのトークテーマとか決めてね喋れば、うん、あのゆうさんが来た時だったよね、うん、8分トークみたいな。うんうんうん、まあ、なんかそれはゲストがいてゲストに質問できるからね、うんうんうん、あれだけどメンバーでやるときはなんかテーマ決めてそれについてみんなで喋るみたいなのでもいいかな、うんうん、そうだね、切り抜きやすいもんね、うん、いろんなあっちゃこっちゃの話するからさ、みんな、うんうんうん、あっちゃこっちゃの話するからテーマ決めて話してもいいかなと思う、うん、そうだね。じゃあまとめると、動画の更新頻度を増やしたい、一つはね、せたらいいね、うんうん、したい、そしてコラボをしたい、うん、コラボしたいね、はい、そして M リーグさやねが勝った次の日ぐらいに動画を出せたらいいな、うんうんうん、してショート動画とか切り抜き動画を積極的に上げていく、うん、こんな感じですかね。でいいんじゃないでしょうか。いいじゃないですか。で年内4万人いけそうですか。いけるんじゃないですか。いけたらいいな、いけたらいいな、はい、はい、あともう一個はメンバーがタイトルとかを取るね、うん、こっちの方がほら、そうね、それが一番嬉しいね、みんなハッピーな、年内に取れるのかな、年内に終わる、終わるか、最強戦残ってる人ジュリューリーグが今年年内で終わるんでね。ああ、私はもう全然ちょっと今日もう興味ないけど全然マットに頑張ってもらいましょう。はい、はい、ということでさやチャンネルの目標は年内2022年中に4万人に変更と、はい、します。よしよし、よし、はい、頑張るぞ、頑張るぞ。お、皆さんもなんかねこういう企画してほしいとかあったらコメント欄にいただけたら、うん、我々目通すんでぜひコメントをいただけたら嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。それではこの動画が良かったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またねー。